こんにちは、カテカコングです。今回はこちら、多くの方々から大変ご好評いただき50万回再生以上いただいている100人組で行った際に、僕が特に重要視して1年前から時間をかけて準備した100人組でのダメージを大幅に激減させた方法を今回は公開してしまおうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ちなみに今回の議論は、極真空手の商談審査で行われる多人数組で行う際、特に相手の人数が増えれば増えるほど有効性が高くなる技術なので、今後多人数組手に挑戦される方や、道場の周り稽古で何度も組手をするうちに効かされてしまい辛いという方も、マスターすればかなりダメージを軽減することができるようになるので、今回の技術を参考にしていただくことでダメージが少ない組手をできるようになっていただければと思います。日頃このチャンネルは、極真空手世界大会を3連覇できた高傑の過去の試合動画や、誰でもすぐに再現可能な技術解説など、見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜18時に投稿していますので、もし動画を最後まで見た時にこれは使えるなとか見てよかったなと思ったら、ぜひチャンネル登録お願いします。ただチャンネル登録後に、動画の右下に出てくるベルマークを押して全てを選択していただかないと、投稿される全ての動画が表示されるわけではないので、年に数回だけ行っているライブ配信を見逃してしまうという方もいらっしゃいますので、もし見逃したくない方はベルマークの後に全てをタップをお願いいたします。実は以前こちらの動画でご紹介したスイッチバックという技術が、今回ご紹介する理論を思いつく上で元となった技術なので、もちろん今回の動画だけでも十分ご理解いただけるように作成しておりますが、もしご覧になられてない方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらの動画も参考にしてみてください。ちなみに今回ご紹介するダメージを大幅に激減させるための理論はたった一つです。それはスイッチスタイルです。多分なんとなくどんな技術か想像つくと思うのですが、要は構えをこの左足前の構え、右足前の構えと組手の最中に入れ替える技術のことです。ではここからは、なぜスイッチスタイルがそれほどダメージ軽減に大きな効果を発揮するのか、またその上で気をつけなければいけないデメリットなどを道場生に手伝ってもらって解説した動画がありますので、そちらをご覧ください。ではどうぞ。では実際に道場生に手伝ってもらって、スイッチスタイルのメリットをお伝えしていきたいと思います。お願いします。スイッチスタイルで、ダメージが大きく軽減できる理由としては、例えばですが、こう構えてて打ち合った場合、相手は自分のこちら側のこの形に対してパンチ蹴りを的確に当てるにはどうしたらいいだろうとか、この形からの攻撃に対してどう受ければいいだろうっていう形で基本的には考えて組手をしているので、相手の思考には関係なく、こちら側が自分の好きなタイミングで、例えばこうサウスポーに変えてしまえば、相手の選手からすれば、せっかくこっちの相手にどう当てるか、こっちの相手にどうすればいいのかっていうのを考えていたにもかかわらず、次の瞬間こうなってしまうと、相手の選手もう一度こちらの構えの選手に対してどう攻撃するか、こういう構えの選手がどう攻撃したらどうすればいいのかっていうのを考え直さなくてはいけないので、こちらスイッチするだけで、相手からすると違う相手と急に試合が始まったような形を演出できるので、これまずこのスイッチを途中でこう構えてこう打ち合って、相手がこれに対応してきたなと思ってきたら、ポッと変えてしまうことで、こちら側にメリットがあって、こちらはまあ当然自分の変えたいタイミングで変えてるので、相手からすれば突然違う相手とやることになってしまったっていう感じになるんですが、こちらからすればもう自分で変えようと思ってこうするので、特に何のストレスもなく変えることが可能になるので、これ時点でまず有利になります。またもう多人数組手になると、自分がこうこの形で組手をしている間に隣とか奥で何人も見られている状態になってしまうので、そうするとこれで組手をずっとしているとこの形でどういう組手がするんだろうっていうのが対策を練られてしまうので、途中でこちらで行ったりこちらで行ったりっていうことを変えることによって、周りで見ている人も自分の時はどっちのスタイルで来るんだろうっていう形で、たくさんの選択をしなければいけないので、こちらからすると、この形のままだといろんな対策を練られてこれを攻略されてしまう確率が上がるんですが、これを頻繁に入れ替えることで相手に対策を練られにくくなるので、こちらもちょっと参考にしてみてください。
と以前の動画でも説明したんですが、まあ、当然この形の状態でちょっと攻撃しようとします。来た瞬間にこうスイッチするのも、かなりこれだけでも大きなディフェンスの効果があるので、まあ、ここの形から一気にこれだけの距離を変えれるのでスイッチすることでディフェンスの一撃一撃を外すというメリットも出てきます。ただこれデメリットとしてこう普段構えてこう構えてる人がちょっと蹴ってもらっていい？こういう蹴りを反対ものに上手にこう受けるのってそんなにストレスないんですが、これ普段こっちで構えてる人がいきなりこっちの構えでちょっと蹴ってもらっていい？こっちの構えでこれを受けるってなると急に怖くなったりディフェンスの能力がガタッと下がったりするので、これ実はこのスイッチスタイルをやるには結構な期間、普段オーソドックスで構えてる人はこちら側でもひたすらまずブロックをちょっとね、ただこう蹴りをしっかりこう受けるって練習はもうかなり必要になってきます。でまずそれができるようになって徐々に組手の中に取り入れていくっていう期間が必ず必要になるので、スイッチスタイルをやる場合はある程度の期間普段の構えの逆を練習しなければいけないということは押さえておいてください。また、自分が攻撃する際もそうなんですが、例えばこの状態でこちらがノーローを蹴るときに、まあ、一番簡単なのはこっちでバンって重心を乗せさせて蹴ったりすることは可能なんですが、じゃあこうなったときって同じことができなくなるので、この時に使える技がこの時に使えるとは限らないため、こちら側で自分の攻撃で当てれるものは何だろうっていう探す時間、研究する時期が必ず必要になってきます。まあ、例えば右のローだったら相手がな攻撃をする瞬間とかにずれてローキック蹴ったりとか、ずれてローキック蹴ったりとか、前足を捉える瞬間いつがあるんだろうっていうのを研究していかないと、いきなりじゃあスイッチしました、受けはできます、この状態で攻撃できないとなるとまた組み手が成立しなくなってしまうので、基本的にスイッチスタイルをする場合はこの状態でのディフェンス、この状態で自分がどんな技が使えるのかっていうのをしっかり研究して組み手で使えるようになってから実践導入するようにしてみてください。おっす、おっす、いかがでしたか。スイッチスタイルは少し練習期間が必要な技術ではありますが、例えばオーソドックススタイルの方ならまずはこのサウスポースタイルでこの受けができるように練習さえしておけば、相手にはサウスポーで攻撃が苦手だよと宣言しない限り、攻撃この例えばこの攻撃をフッフッとするふりをするだけで本当は攻撃ができなくても気づかれないため、一時的にスイッチをすることで相手にこの人にはサウスポースタイルもあるんだと思わせてしまえば大幅にダメージを軽減する効果があります。特に20人30人と繰り返す多人数組では倒されるようなダメージを蓄積しないことが完遂には最も大切な条件になりますし、以前こちらの動画の最後でもご説明させていただきましたが、打撃をもらいすぎることで横紋筋融解症という症状になってしまった場合、血液中に大量に放出されたミオグロビンにより急性腎不全を起こし最悪死に至る場合もあるため、俺はガンガン打ち合うんだなんて無理な組み手をしてそんな危険な状態にならないためにも、今後多人数組手に挑戦される方はぜひ今回の技術を練習していただき、命をリスクを犯すことなくなるべくダメージが少ない状態で完遂していただければと思います。今日の最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新していきますので、最新の理論や技術を見逃したくない方はいいねボタンとチャンネル登録して、極真空手世界王者コウケツの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。